カール・ライネッケは、ドイツロマン派の作曲家、ピアニスト、指揮者、教育者。音楽理論や、音楽教育書の著作を出していた、巧妙な音楽教育者の父親ルドルフに学ぶ。ライプツィヒ音楽院での文化生に、ブルッフ、クリーグ、スベンセン、シンディング、サリバン、ヤナーチェク、アルベニス、ワインガルトナー、リーマンらがいる。 19世紀の音楽家としては長寿に恵まれたため、晩年になってピアノロールに自作自演を含む吹き込みを残した。特にモーツァルトの大冠式の第二楽章が有名である。現在では CD 化もされている。初期にはメンデルスゾーンやシューマン、ショパンの影響が顕著であったが、後にはブラームス作品の持つ綿密さや堅固な構成力が加わった。 公職から引退後も死の間際まで作曲活動を続けていたため、創作数は出版作品だけで300曲を超え、未出版の作品を数えると1000曲以上とも言われる。様々な分野の曲を書いているが、魅力的な旋律と創意に富む数多くのピアノ曲で、ことに有名であった。また、室内楽曲も優れており、フルート・ソナタ・ウンディーネは、 彼の作品中最も頻繁に演奏される曲である。一方で、マンフレット王などのオペラでは成功しなかった。保守的な音楽観を持ち、名人芸もほとんど用いなかったため、死後は多くの作品が演奏家のレパートリーから消えることとなった。教育目的で書かれた作品には、ミニチュアソナタや左手のためのピアノソナタ、バッハの主題による変奏曲など、 そうい夫に富んだものが多く、今日の教育においても、使用可能である。彼が指示した、シューマンの作品で、合唱曲として名高い、ドゥローノミンのフルオーケストラ版編曲も手掛けた。こちらも長らく渦漏れていたが、2010年10月13日、ライプツヒ大学入学式において、同大学還元楽団、合唱団によって、ゲンゲバントハウス大ホールにて創演がなされた。 ありがとうございます。